はい、こんにちは。スローライフ BA です。先日このチャンネルで屋根の軒下に野鳥が巣を作ったという動画をアップしましたが、今回はなんと庭の草むらの中に野鳥が巣を作っていました。どういうことかというと、庭にハーブを植えているんですけれども、あまりにもハーブが生い茂ってしまったので、ちょっとそれを引っこ抜こうと思って、ハーブをこう掴んでバサッと引っこ抜いたところ、そこになんと野鳥が巣を作っていたんです。本当に驚きました。そしてその野鳥が、キツネなどに襲われてしまってはいけないので、慌てて引っこ抜いたそのハーブを戻してですね、その後ちゃんと親鳥がヒナの様子をちゃんと見に来て餌をやっているかなっていうのを、知りたいと思って、じゃあどうすればいいんだと考えた時に、ファイバースコープがいるのかなって思ったんですけれども、ふと思いついて、すでに私が持っているあるものを使うと野鳥のヒナが観察できたんです。今日はそれをお届けしたいと思います。まず我が家の家の庭には長年植えっぱなしになっていたオレガノというハーブがうっそうと茂っていた部分がありまして、数日前に意を決して少し整理しようと思って、こんな風にバサッと数本掴んで引き抜いたんですね。そしたらそこに鳥の巣があって、中にちっちゃいヒナたちが身を寄せ合っているではありませんか。本当にびっくりしました。気を取り直して、そうだ、動画を撮って YouTube で公開しようと思って撮った画像がこちらです。で、その後考えたのは、このままにしておいたらキツネや猛禽類などの餌食になってしまうかもしれないということで、一旦抜き取ったハーブを戻して外からは巣が見えないようにしました。翌日になると親鳥はちゃんと巣に戻って、ヒナたちに餌をやっているだろうか、ヒナは無事だろうかと気になり始めまして、確認しようとそっと近づいていったらですね、巣から親鳥が飛び出してきたので、ちゃんと巣に戻っていたことが分かって一安心しました。ただですね、やっぱり巣の中を見たいという気持ちが強くなって、スマホに装着するタイプのファイバースコープの購入を考え始めたんですが、ふとあるものを使うことを思いつきました。その使ったものというのは実はこれです。はい、わかりますか。ウェブ会議の時などに使うやつで、この先端がこういうふうに動くようになっているカメラです。目線を合わせながらウェブ会議ができるということで、だいぶ前に購入して持っていたんですけど、今回はこれをですね、草むらの中に挿入して、巣の中にひしめき合っているヒナたちを観察しました。先ほどのウェブ会議用のカメラをつないだパソコンを持って庭に出て、ハーブの藪の中にカメラを挿入していきます。そうすると、はい、いましたいました。元気に黄色いくちばしを広げていましたよ。はい、いかがでしたか。ヒナたち可愛かったですよね。今後もヒナたちの様子を観察していきたいと思います。ではまたこのチャンネルでお会いしましょう。